お裾分けが広がる最終回。川口春奈が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場、サイレント、午後10時の最終回となる第11話が22日に15分拡大で放送された。今までの登場人物全員が登場し、物語は完結を迎えた。オリジナルかつ当て書きで作られた本作は、川口演じる主人公の青葉紬がかつて本気で愛した恋人である目黒蓮、スノーマン演じる桜草と、8年後に音のない世界で出会い直す、という、切なくも温かいラブストーリーだ。一緒にいるほど、好きになるほど辛くなっていく。声が聞きたい、もう聞けないなら、また好きになんてならなきゃよかった、という層に、紬は声を出すこと、笑うこと、電話をすること、音楽を聴くことを全部やめても一緒にいたいと伝える。しかし、思いは届かず、思は何も言わずにその場を去った。そんな二人の様子を察して、紬は港と、鈴鹿博士から、桃は奈々、加穂から、もっと互いのことを見るように言われ、二人は母校で会う約束をする。バル、教室の黒板を使って会話をする紬とそう。涙ながらに、再会できてよかった、また好きになれてよかった、とすべてをぶつけた紬。そうも、青葉の声が聞こえないことだけ受け入れられなかった。長く一緒にいれば、青葉が傷つくこともある。青葉と会って話すたびに考えて、悩むことが増えて、一緒にいていいのか迷う。それでも今は、一緒にいたい、と気持ちを伝えた。数日後、奈々は春を、風間俊介のために買った花束から偶然会った港とと、連絡して待ち合わせた層の二人にそれぞれ霞層を一つずつ、お裾分けをする。そして、港ともまた、その霞層を紬に、お裾分けする。その後、二人で待ち合わせた層と紬は、お裾分けしてもらった霞層をクリスマスプレゼントとして交換をした。そして、二人で手をつないで歩いていると、桃は高校時代同様に耳元で言葉をささやき、微笑み合うのだった。放送のたびに、シャープサイレントがトレンド入りしていた話題のドラマがついに完結。終盤のイルミネーションが輝く中、耳元でささやくシーンが二つの曲との完全一致が話題になった。何をささやいたのかは視聴者には聞こえない粋な演出。ドラマ主題歌となっているオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルのイルミネーションみたいな不特定多数じゃなくてただ一人君であってほしいという歌詞と劇中にたびたび流れたスピッツの魔法の言葉のサビの歌詞魔法の言葉二人だけにはわかるという歌詞と重ね合わせられる。